Welcome channel to my channel こんにちは現役高校音楽教師ピアニストまゆみです今日はですねちょっとね私なりにかなり緊急にやっぱり撮っておこうって思ったのであのお話しします聞いていただけたら嬉しいなあのぜひ前後のも,ものも見ていただきたいしこの報道に関する他のものも聞いていただきたいです斎藤知事のことです うんとあのー、もしかしてですよデマかもしれないっていう話が出てきましたあのね私自身ね、まあ、テレビは私は全く見ないですテレビのニュースも見ませんたまに車に乗っている時にニュースでラジオはつけますでネットの私なりに、えー、信用できるかなっていう方の ものを聞いてて発言しています健康アドバイザーを取ったのでその資格を取ったので、まあ、食の安全とか、まあ、健康とかそういうものを考える時にやっぱり政治と経済っていうのはもう絶対に外せないと思ったから、うん、で斉藤知事のことなんですけどあのー、デマかもしれないっていう話が出てきましたよね。あのね確か 確かに突っ込みどころは満載なんだと思うんですよだけどですよだけどですねやっぱり私もこうほとんどの報道がほぼ同じ方を向いている時っていうのはうん実はやっぱりちょっと警戒しなければいけなかったのかもしれないというのを今ちょっと自戒を込めて反省してるんですね。それはあのー、公約をねほぼ98%達成してるそうなんですよ。 小池、うん、知事はゼロなんですってゼロなんですって今あの骨折してらっしゃるでリモートでやられるっていうことなんですけどリモートで知事ってできるんだね、うん、であのー、そのすごくそのだからねそのヘルメットをかぶりたがらなかったっていうけど実はちゃんとかぶってたとかおねだりに関してもその。 いやうちはそんなねだられてませんよって本当のとこはあの町長とか市長さんが言ってるとかあの確かに言われる要素はあったんでしょうあったんだと思いますよ、うん、だけどもしですよもし本当にこれがデマだったとしてもしこれが作為的に行われていたかもしれないという視点にちょっと立って考えてみましたそしたら反論はすごいだろうね まあ、東京の総務省から来た東大でのねそりゃ反発もあるよねであのうんだからヘルメットもかぶってたし実は公益通報を使えばよかったというふうに播磨県民局長さんも言ってるんですってだから使ってなかったんですってその通報した時は。うん、でだ,かだけど そののの一連のことででななくなってるのは事実なんですねまあそれはあの他のコメント欄そういう私よりもはるかにはるかに詳しい方がたくさんいらっしゃるのでそちらのコメント欄を見ていただくと分かると思うんですけどうんとね私だからすごく反省してるんですよ。やっぱり私もあの人は絶対に悪いと思ってたんですけど悪い面はあるでしょうただ何回も言いますけどあの同じ意見がこうほぼほぼ何て言うんですか 100, に近く100とは言わないけれど同じ方向に向かって同じ報道がされてる時ってやっぱりちょっと警戒しなきゃいけなかったんだっていうのをすごく反省してるんですね。でその中の中、えー、つ大きいこととがあるとで私ねすいません本当に分かってないんですけど言葉だけね港湾利権っていうのがあるんですって。 天下りをあの自分のお給料もカットしてるんですってね川村市長と一緒なんだなと思います名古屋市の川村市長もそれをやってるのね、まあ、あの人の場合は自分の会社持ってるから楽勝だもんねってみんな言ってますけど、まあ、でもでもやったんですよでもやったんですようんね自分のお給料カットしたんですよそんな人今までいなかったわけだからでそれをだから市会議員さんより彼は少ない給料で働いてるんですよ ね、でそのもう一つはその天下りを年齢を、えっと、上げたっていうの下げたっていうの70を65にしたんですってこれはね多分すごい反発だと思います、うん、あのね私立場的には公務員に準ずるですけどあのいつもお話ししている通り22歳の新卒の子と時給一緒ですそして毎年下がります その下がる表を見せられるんです。だからね、私はね、教育者で、えー、質のいい教育者が、えー、集まらないのは当然のことだと思っているんですね。私はこれを使命だと思ってるからやってますけども、本当のことを言えばほぼボランティアに近いと思います。なぜかというとね、私たちは持ち帰りの仕事がものすごく多いんです。ね、指導案作る、テスト作る、採点する、評定つける、ね、そういう時間は、 ないですそこは全く含まれないのだから時給高いよねって言われると全然高くありませんなんですけどここあの今自分のこと言うんじゃなくてそて公務員さんっていうのはねあの私以外の様子に専任の先生方を見てていつも思うんだけど私ピアノ教えてるしまあそれなりにこう営業的なその仕事もやったことはあるので営業ってあの「買ってください」じゃないよピアノでってことね。あの公務員さんんってててに先んじて まずその利益とか権利をこう。守ってもらえるのね。うん、うん、で。まあ、当たり前ですけど、公務員さんを選ぶ時点で非常に権利意識の強い人が多いんです。だからです。あの何て言うかな？だからその例えば。そのキャリアの人たちってキャリアの人っていうのは確かに仕事の割にお給料っていうのが。 まあメーカーとかに勤めてる人から比べるともしかしたら低いのかもしれないですけどでも必ず甘くなれるっていう安心感のもとに選んでる人が実は多い気がしますなぜかっていうとねうちのそばにもこれ何のためにあるのっていうわけのわからないそののくり期間がたくさんんああるんですよあのちょっと名前を言っちゃうとあれなんですけど何をしているのかわからない大きな研究所みたいなものがたくさんあるんです。 でいつもそこが土日にこう車が止まっているの見たことないのねあの別に私そのなんて言うんだろうブラックに働いてほしいって言ってることを言ってるんじゃないよ要はですね忙しそうなところを見たことがないってことを言ってるんですねで何をしているのかわからないその公益法人なんとかなんとかとかっていうのがものすごくたくさんあるんですでそのうんそりゃあ そのものすごい反発でしょうね。うん、百七十四の公約のうち百七十一公約をはい果たしてるそうなんですよ。私そこを見たときにちょっとあれと思っちゃったんですよね。なんかいや政策だもんね、政治家って。うん。だからうんもちろん。 とコミュニケーション不足だったんですよそれはそうだと思いますだけど確かに何かをこう決める時っていうのはあの反発が起きるの当然なんでもしかしてそういう手法を取った可能性もあるのかもって思ったらちょっとその。 たくさんの報道が同じ方に向かっているっていうことに私も乗っちゃったっていうことにちょっと反省はしてますうん、悪いところもも,もちろんたくさんあったでしょう私もあの火のないところに煙立たないって言うけどね立てられることもあるの私やられたことあるんでそれはよくわかるんですねただ要素はあったってことですだからその要は人の私の場合だと人の嫉妬心に火をつけちゃうような要素が私にも あるみたいなんですねわからないでしょだって自分のことって。うん、というわけで今日はですねちょっと反省して一旦ちょっと斉藤知事に関すすするることとをお話しするのはやめようと思いますあのー、総,理総裁選とか政治のあれっていうのは私がお話しできる範囲でね続けていきたいからギリギリの範囲でお話ししますけど YouTube。 はい、というわけで、はい、いつもありがとうございますそれではまた別の投稿でお会いいたしましょう Thank you for watching 最後までご視聴ありがとうございました